染物には触らないで。ついてきて。悲願のメンバーは指導の死骸を集め、クリニックの地下室で人目につかないよう実験を行い、共同病の力を得ようとしている。所長のアインは様々な近畿の手術を開発することに熱中し、狂気でシンジケートの人たちの心を歪めて洗脳する。そんな顔をしないで。もう終わったから。いいえ、彼は自分自身をよく守った。あるいは天性の素質かもしれないけど、彼は残酷なことには慣れっこだから、精神的手を怪我すな。か、君から見てこういう手術をしている私は汚れているのか。病を治し人を助ける医者が暴力で人を傷つける。彼女の手は汚れていると。病んでいるのはテッドではなくシンジケートよ。なぜ共同病を利用して人を殺すのか、なぜ汚れた力を追求するのか、なぜ彼のような愚かなマフィアがこれほど大勢いるのか。暴力がもう骨の髄まで染みついている。それがシンジケートの病。あの連中が存在している限り共同病は抑えられない。教えてくれ、一体どうすれば汚れのない手でシンジケートの病を治せるの。そう、彼らは西区治安管理条例締結後、シンジケートを捨て去った。だから私たちも自分で選択したの。同時に全ての責任も背負った。この音は、あのグループの人だ。軍団が来た？どうして？テッドが言ってた、悲願と軍団はつながってるって、それって本当なの？そろそろ行こう。君では彼らの相手にならない。悲願のためにしてくれたことは覚えておく。君は十分やってくれた。シンジケートで起こっている全ては君の責任ではない。君はもともとここの人間ではないのだから。これ以上深入りするな。この場所に同化してしまうな。私のように君こそ汚れるべきでない存在よ。行きなさい、時間稼ぎしてあげる。局長、容疑者 R が移動した以上ここにいても無意味だよ。早くここを離れよう。グズグズしないで、さっさと行くよ。あれあれ、ちょうど通りかかったとこなんだけど。急に眠くてさ。知ったことじゃない、早く車を出して。
に使っ